はい、こんにちは、リビです。今回は機械設計者になったら覚えておくべき数字4種というテーマでやっていきたいと思います。で、私機械設計者として大企業で5年、ベンチャーで2年間やってきているんですけれども、設計者でよくある若手の頃の話っていうのが、新入社員として入ってきて、で社会人としてのルールを覚えたりとか、会社のルールを覚えたりとか、そういうのがある程度進んだ頃にですね、ちょっとお前この設計やってみろとか、ちょっとこれ考えてみてくれるとか、こう設計としてこう初めて仕事を来る時っていうのが、誰しもあると思うんですけれども、そんな時にですね、おお、やっと俺にも設計の仕事が来たかという感じでこうワクワクをして、で自分なりにですね、こう今まで大学で習ってきたようなこう材料力学の知識とか、気候に関する勉強とか、そういうのを自分なりにこうひねり出して、で若干不器用ながらもですね、こうキャドを操作して、こう自分なりにこうモデルを組み上げて、よし、図面ができたと、で上司に確認お願いしますと言って、こう上司にこう見せる際にですね、これが OK もらえれば、あ、とうとう俺の考えた装置が、現実のものになるんだと、世に出されるんだって言って、こうすごいワクワクすると思うんですね。ただですね、その上司のチェックが終わって、その図面を見てみるとですね、もう赤のインクで真っ赤に染まってるレベル でいろんな指摘がされてると思うんですね。あれ、まさか上司血吐いたんじゃないかっていう、そんなレベルで真っ赤に染まってることもあります。で、書いた図面で誰のチェックも通らずに、それがもう製造に回るってことはまずなくて、大体上司のチェックとか、人によってはそのお客さんのチェックが入るんですけれども、ちゃんと見る上司とか、面倒見のいい上司ほどですね、見るところがマジで細かいんですね。で、図面ってただの漫画絵とかポンチ絵とは違って、ちゃんと寸法とか、型番とかがちゃんと入るので、でその数字一つ一つまでチェックされますと。で、私が初めて設計したものっていうのがですね、そのメンテナンスの時とかに使うのを想定した、ちょっとしたジグで、部品点数で言えば20から30ぐらいの、そんなに難しくないような、そんなものだったんですけれども、書いた図面を上司に見せては、ここを直せって帰ってきて、で見せてはまた直してって帰ってきてっていう、そういうやり取りをもう20回以上はやって、で会社のルールでその図面ファイルのその末尾に入れるそのバージョンの数字ですね、それが20以上までいったのを覚えています。で、能力の高い上司ほどですね、今まで散々いろんな図面を見たりとか、実際に自分で図面を書いたりとか、そういうのを経てですね、設計でよく使われる数字とか、あとは数字の感覚っていうのがもう体に染みついてるんですね。で、そういうのがあるので、こう図面をパッと見た時に、あれ、ここがおかしいんじゃないのとか、こここうした方がいいのにこうなってるのなんでとか、なんか違和感にすぐ気づくんですね。で、散々いろんなことを言われた最後、去り際にですね、上司が一言、知らんけどって言われるんですね。いや、知ってるやないですかっていう、そういうツッコミがあったりはするんですけれども、でそんな感じでですね、上司たちの中に染みついてるその数字っていうのはいろいろあるんですけれども、そんな中でもですね、特に学校とかでは教わったりはしないけれども、機械設計ではめちゃくちゃよく出てくる数字っていうのがあるんですね。でそれを知ってるか知ってないかでですね、上司からの評価が、あ、やっと初心者卒業やなっていう、そんなレベルになってくるんですね。ということでですね、今回は機械設計者になったら覚えておくべき数字っていうのを、4つに絞って解説していきたいと思います。クイズ形式にもしているので、皆さん答えられるかどうか、ぜひチャレンジをしてみてください。で、まず1つ目はですね、ネジ山のピッチ。ネジ山のピッチについて、一応解説をしておくと、そのネジってこうギザギザ、山と谷がこう交互にあると思うんですけど、そのネジの山と山との間隔ですね、それが何ミリなのかっていう、そういう話です。でネジってそもそも、家電だろうがおもちゃだろうが大型設備だろうが、その部品と部品との接合部でめちゃくちゃよく使うんですね。でなんでこのネジのピッチが大事なのかっていうと、じゃあネジが例えば M3 を使うのか M4 を使うのかって、設計でそういう場面っていっぱい出てくると思うんですけれども、大体はですね、そのネジの山がどれだけかかっているかで決めることっていうのが多いんですよ。一般に普及している通説ですけれども、どんなに負荷がかからないような、そんな部品でも、最低でもネジ山は3山かけましょうと。で理想は4山以上が欲しいねっていう、そういうのがあるんですね。ただアルミなんかの鉄よりも柔らかい材料とか、あとは鋳鉄とかの普通の鋼材よりも硬い材料とかだと、3山じゃ全然アウトなんですけれども、でよく使うネジのサイズっていうのは、業界ごとで全然違うんですけれども、
で、私が仕事している業界であるその FA 業界だと、だいたい M3 から M8 を使うことが多いんですね。で、大型設備だともっと上を使いますし、または別の業界でメガネとか腕時計とかスマホとか、まあそういうものになってくるともっとちっちゃくて細かいネジを使いますと。ではここでクイズにチャレンジしていただきたいんですけれども、 M3 から M8 までのナビメネジのそのネジのピッチですね、これが何ミリなのか5秒でパッと答えてみてください。はい、正解はですね、 M3 が 0.5ミリ、 M4 が 0.7ミリ、 M5 が 0.8ミリ、 M6 が 1.0ミリ、 M8 が 1.25ミリですね。例えば M4 で3山以上かけましょうって言ったらですね、まあ、M4 0.7 ミリなので 0.7 ミリ ×3 なんで 2.1 ミリですね。なのでイターズは 2.1 ミリ以上欲しいっていう、まあそういう風になります。で、負荷の大きいところっていうのは、まあ、何山かかってるかで見られることもあるんですけれども、その一方でネジの予備径に対してそのネジのかかってる長さが何倍かっていうので見られることもあります。ネジの予備径っていうのは、まあ、M3 の3とか M4 の4とか、まあ、この数字のことを予備径って言って、まあアルファベットで D ってよく言われるんですけれども、でそのネジを入れた時にその噛み合ってるところの長さが 1.5D 欲しいとか 2D 欲しいとか、まあ、そういう風に言われることもあります。で、板金とかの薄板とかになるとですね、まあ、ネジが小さすぎると緩みやすくなるし、かといって大きすぎるともう3山全然確保できませんって、まあ、そういう場面っていっぱい出てくるんですけれども、まあ、バーリング加工という、まあ、そういう加工の技があるんですけれども、まあ、それを使うことで解消することもありますと。バーリング加工って何かっていうと、こう板があった時に、まあらかじめそのタップの欲しいところに下穴を開けとくんですけれども、その下穴の開いたところをめがけてですね、まあ、上からパンチでグニャってこう押すんですね。で、パンチで押すっていうのはその打ち抜くんじゃなくって、こう穴のこの縁のところをこうグニャってこう裏に返すっていう、まあ、そんなイメージですね。これをバーリング加工と言います。で、そのタップの欲しいところがこうグニャって裏に返ったことで、まあ、そこだけ厚みが出るんですね。で、その厚みが出たところに対してこうタップを切ることによって3山以上、まあ、4山とか確保できますっていう、まあ、そういう加工方法がよく使われるので、まあ、これは覚えておいた方がいいですね。で、続いて2番目が後半の板厚。設備設計とかだとよくあるんですけれども、その後半、まあ、鉄の板に対して欲しいところにこう穴を開けたりとか、欲しい形状にこう削ったりレーザーで抜いたりとかして、こう部品の形状を作っていくっていうのがすごい多いんですね。で、その後半の板厚なんですけれども、その自分にとって都合のいいような板厚がうまく売られているかっていうと、まあ、そんなことはないんですね。で、実際のところはその材料屋さんにとってそのラインナップはピンキリなんですけれども、その中でも、まあ、入手性の高いものっていうか、まあ、JIS で、まあ、標準の板厚ですよっていうふうに規定されているその厚さっていうのがあるんですね。で、それ以外の板厚で設計するとどうなるかっていうと、そのちょっと厚めの板厚を買ってきた後に、その設計した板厚になるように全面をこうフライスとかで削る必要があるんですね。で、そうなると加工費がかかりますし、納期もかかるので、それ誰得ですかっていう、まあ、そういう感じになっちゃいますと。で、業界によって使う板厚っていっぱいあると思うんですけれども、で、今回はですね、板厚 1.6mm から 22mm までを、まあ、クイズに出してみたいと思います。では5秒でお答えください。はい、正解はですね、 1.6、2.3、3.2、4.5、6.0、9.0、12、16、19、22ですね。で、いくつか補足があるんですけれども、一応ですね、探せばですけれども、今言ったその板厚のラインナップ以外のそのラインナップで売ってる材料屋さんっていうのもあるんですよ。まあ、例えば板厚 3mm の後半売ってますよとか一応あるんですけれども、それを信頼して設計するってことは、まあ、普通はないですね。それからですね、よく青函の部品とかであるんですけれども、まあ、今言ったラインナップの板厚以外でその設計しているみたいな、まあ、そういう部品も結構あるんですよ。で、これはその設計した人がアホなんじゃなくって、溶接とかをするとその溶接のその歪みによってその面がうねうねになりやすいんですね。で、その溶接後にその面がうねうねなのをフライスとかで削って、その面を出すためにあえてそのラインナップの板厚から外してるっていう、まあ、そういう設計もありますと。
で、疑問に思った人は、まあそういう図面を見かけたら、ぜひ上司とか、まあ、お客さんとかに聞いてみるといいと思います。で、ステンレスとかアルミはですね、まあ板厚10ミリ以下であれば、まあおおよそですけれども、だいたい1ミリ刻みですね。まあ何点なみたいな、その小数点の入るその板厚っていうのは、まあたまにあるぐらいですね。まあ、そんなにややこしい板厚のラインナップでもないので、まあ、覚えられるなら覚えてもいいと思うんですけれども、まあ、あの鉄板のラインナップとはまた違いますよっていうところだけ覚えておいてください。で、続いて3つ目がですね、材料の比重、密度。で、これはですね、部品とか装置のその重量を弾き出すのに使ったりしますね。厳密に言えば比重と密度って違うんですけれども、まあ、多く使われるのは比重ですね。まあ、水を1とした時にそれの何倍重いかっていう、まあ、そういう指標ですね。で、これは部品の体積に掛け算をして、まあ、重量を出すんですけれども、まあ、単純に部品の重量を出す時にも使いますし、まあ、あとはこう人が持ち運ぶものとかだと、まあ、大体20キロ超えると男性一人じゃきついなとか、まあ、そういうのがあるので、それが大丈夫かどうかのチェックに使ったりとか、まあ、あとはたわみ計算でもよく使いますし、まあ、あとは調達屋さんとか資材屋さんとかだと、まあ、材料って大体トンプライスとか、まあ、1キロあたりいくらっていうのが決まってるので、その重量と掛け算をすることで材料費を見積もるのに使ったりとか、まあ、そういう使われ方がします。で、比重のデータって、まあ、資料によってばらつきはあるんですけれども、まあ、今回は FA 業界でよく使われる、まあ、鉄、ステンレス、アルミ、この3つについてクイズにしてみたいと思います。では5秒で答えてみてください。はい、正解はですね、まあ、鉄とステンレスが同じで 7.8 で、アルミが 2.7 ですね。で、ちなみにですね、安全カバーとかになるとその樹脂を使うこととかも多いです。まあ、これはおまけ程度に覚えてもらったらいいのかなって思うんですけれども、まあ、樹脂で言うと PTFE、 あのフッ素系の樹脂だと、まあ、2.2 で重めで、ペットとかポムとか塩ビとかだと 1.4、 樹脂の中だと若干重いかなっていうぐらいで、ナイロンとかアクリルとかポリカだと、まあ、1.1 とか 1.2 とか、まあ、それぐらいですね。で、それからポリプロピレン、まあ、PP って言われますけど、これだと樹脂の中でも比較的軽くて 0.9 と、まあ、そういう風になってますと。で、最後4つ目がヤング率。まあ、これは日本語で言うと縦断性係数って呼ばれるんですけれども、まあ、知らない人のために言うと、これは材料の変形のしにくさを表す指標ですね。こう材料にこう力がかかった時にこうぐにゃって伸びるのか、ちょっとしか伸びないのかとか、まあ、そういう指標で、まあ、値が大きいほど変形がしにくいっていう、そういうものです。で、これ一番使うのはたわみ計算ですね。たわみの大きい材料を使っちゃうと、その動いた時とかにこうボヨンボヨンこう振動したりとか、きしみ音が鳴ったりとか、まあ、そういう問題があるので、その部品を固定するためのそのボルトを、まあ、どれぐらいの間隔でこう締め付けるかっていう、まあ、そういうのの検討にも使ったりします。で、このヤング率も資料によって若干ばらつきはあるんですけれども、まあ、今回クイズでは、まあ、鉄とステンレスとアルミ、まあ、この3種について、あの問題に出してみたいと思います。では5秒で答えてみてください。正解はですね、鉄が 205GPa で、SAS304、まあ、ステンレスが 193GPa で、アルミがだいたい 68GPa ですね。で、ここで一つポイントなんですけれども、その鉄とアルミの関係ですね、これについてなんですが、その鉄とアルミって、その比重もそうですし、ヤング率もそうなんですけれども、お互いだいたい3倍ぐらいの差があるんですね。で、よくこれって、その軽量化の設計をするときにトレードオフになりやすいんですけれども、例えばその部品の材質を選定するときに、アルミよりもヤング率の3倍高いその鉄を使って設計しましょうと、で、それによってたわみを抑えましょうっていうふうにしてもですね、その比重も3倍あるので、結局たわむんですね。逆に鉄よりも比重が3分の1であるアルミを使って重量を抑えることでたわみにくくしましょうと、まあ、そういう設計をしたとしてもですね、ヤング率も結局3分の1になっちゃうので結局たわむんですね。で、こういう時はですね、その材質で解決するよりも構造で解決する方がスマートだっていうのは覚えておいた方がいいです。まあ、例えばシャフトとかを設計する時に、まあ、シャフトがたわんで問題だと、
まあ、そういう風になった時にはそのアルミにするか鉄にするかじゃなくって忠実にするか中空、まあ、パイプ材にするかとか、まあ、そういう風にして軽量化をしたりとか、まあ、あとはその角材じゃなくて H 鋼を使うとか、まあ、あとは鉄オンリーアルミオンリーみたいなそういう部品じゃなくってそのサンドイッチ構造の部品を使って、まあ、中は樹脂で外だけ鉄板張ってるみたいなそういう材料を使うとか、まあ、あとは机とかでよくありますけれどもハニカム材を使うとかそういう風な選択を取った方がスマートだっていうのは覚えておくといいです。でまとめなんですけれども今回設計で覚えておくべき数字っていうのを、まあ、4つに厳選して解説していきました。まあ、本当はまだまだいっぱいあるんですけれども、まあ、一旦この4つは覚えておくといいかなっていうふうに思います。で設計者っていうのはその他の人から上がってきた図面を見てこの図面の作成者の設計レベルっていうのを結構測ってるんですね。あこの人分かってるやつやなとかあこいつ全然分かってないレベル低いやつやなみたいな結構測ってます。もうツイッターとかでちょっと調べてもそういう議論結構飛び交ってますね。で機械設計って覚えておくべきその知識っていうのがいっぱいありますしで今度はその覚えた知識を使ってどういうアイデアで自分の機械を作っていくかっていう、まあ、そういうところになってくるの で人によってはまあ難しいなって思うかもしれないですけれども、まあ、こういった部分から着実に覚えていけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。最後にお知らせです。このものづくりのすすめチャンネルでは、まあ、機械設計に役立つ情報とか、あとは私の機械設計者としてのその考え方とか、まあ、そういったことを中心に情報発信をしていきます。もし動画がいいなと思ったら、いいねやチャンネル登録ボタンを押してもらえたら嬉しいです。また SNS とかで拡散もしていただけると嬉しいです。コメントも受け付けておりますので、ぜひ思ったことを書き込んでみてください。それから、ものづくりのすすめというブログとか、あとはツイッターでも情報発信をしています。興味のある方は概要欄からぜひチェックしてみてください。それから機械設計に関する悩み相談とかも受け付けています。まあ、例えば設計でちょっと行き詰まっているけれどもちょっと周りに相談しづらい空気だなとかそういうのがある方はですねぜひここならからご連絡いただければと思います。でこういったご相談とかはですね、まあ、NDA 秘密保持契約を通して行いますので、まあ、情報漏洩はしないよっていう点はご安心ください。また副業で機械設計の仕事も承っております。普段私は在宅で iCAD とかソリッドワークスを使って設計をしているんですけれども、もし設計の手伝いが必要だとか、ちょっと協力してほしいとか、ちょっと構想設計とか、アイディア欲しいよとか、まあ、そういう方はですね、ぜひご連絡いただければと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。